フルミネンセ FC は、ブラジルリオデジャネイロ州リオデジャネイロを本拠地とするサッカークラブである。クラブ名のフルミネンセとは、リオ市内出身者がカリオカと呼ばれるのに対し、リオ市以外のリオデジャネイロ州の出身者という意味がある。同じ都市をホームとするフラメンゴとは、ライバル関係にあり、ダービーは、フラフル、または、フル、フラと呼ばれる。フラメンゴのファンが庶民であるのに対し、 フルミネンセのファンは上流階級が多いと言われている。クラブは1902年7月21日に創設された。初代会長のオスカル・コックスはスイス留学中にサッカーと出会い、故郷にもサッカークラブを求めた。1906年より始まったカンピオナート・カリオカでは初代チャンピオンに輝き、 この年から1909年まで4連覇を果たし、1911年では全勝優勝を果たした。その後、クラブの運営をめぐり、選手とクラブ側が衝突。対談した主力選手たちは当時レガッタクラブだったフラメンゴに加わり、サッカー部門を立ち上げた。カンピオナートカリオカでは、フラメンゴに次いで31回優勝。 カンピオナーとブラジレイロセリエ A での優勝が4度ある。また最近では J リーグでプレー経験のある選手が多い。同じリオを本拠地とするフラメンゴボタフォゴバスコダガマとはフルミネンセを含めリオのビッグ4と呼ばれ、これらのチームとの対戦はクラシコと呼ばれる。10。選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。10。 選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。10、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。